にちは、岩下スティーブンです。いやこいつら紹介するの忘れてた。というわけでね、もう7月になっちゃったけど、これね、仮面ライダービルドの食玩シリーズ総統の第10弾ビルド10ね、前のビルド9の時にね、次は発売日からもうすぐね、発売したからすぐ動画出すつったのに、結局1週間以上間空いてもう7月になっちゃったっていうね。まあまあ今回はね、その総統の発売のすぐ後にコンプリートセレクションモディフィケーションのオーズドライバーの方がね、届いてしまったっていう言い方もおかしいけど、届いちゃったからね、もうそれだけにちょっとこいつを正直忘れてた。というわけで今回はこちらの紹介です。なんか今回のパッケージの煽り率高いな。今回はね、これ全8種類ってことなんだけど、なんか僕が買ったところやたら偏ってて、なんかハザードボディが見当たんなかったんですよね。だからとりあえず今回はこの6までの紹介です。ごめんなさいね。また3日あったら紹介できたらなと思うんだけど。ちなみに今回のラインナップを軽く紹介すると、1と2が仮面ライダーエボルのクロスアーマーセットとアクションボディセット。これね、セット内容のとこにも書いてあるけど、仮面ライダーエボルラビットフォームのこのちっちゃいけど頭と肩のパーツもついてくるらしい。そして4と3が両方真っ青のクジラジェットフォーム。この4番のね、ジェットの方にはホークガトリングの方のハザードのこのボーナスパーツがついてくるらしい。そして最後はこれ、キリンと扇風機ハーフボディ。まあキリンって言ってもあのそっちのキリンじゃないんだけどね、字は。でこっちの扇風機、こっちはいいな、扇風機の方にはエボルのドラゴンフォーム用のパーツが一緒に入ってきてるらしいです。何かとそれぞれに全然関係ないところのパーツがちょいちょい入ってんだね。いきなりね、この1と2の仮面ライダーエボルをレディーゴーチャオーチャオー。というわけで仮面ライダーエボルです。今回は台座が真っ赤っか。とりあえずね、本体の方だけど色すげえなって思った。とりあえずあのクオリティ高。色数自体は濃い青の、まあ、ネイビーとレッドと金色とあとちょっと黒と、大体のベースカラーは3色なんだけども、その3色がもういろんなところにチリチリになってるからめちゃくちゃ細かいんだよね。何かと今回シールも結構細々した部分が多かったんだけど、それでもシールなしにしても結構塗装が細かくてね、まあ多分劇中のね本物と比べたら多少色の省略とかはあるとは思うんだけど、それでもすごいよこれは。塗装というか色もすごいけど、この複雑な造形も結構しっかり再現されてるからまたすごいよね。この背中のアーマーも塗られてるし、で顔のこのど真ん中のね、この丸い黒い部分は反射の加減とかでいろいろ見えづらいんだけど、ちゃんとなんだろう、あの天体的なあの星座の図みたいな、なんかあれにちゃんとなってんすよね。このボディのど真ん中のところの地球儀っぽいところも見事に再現されてるし、そして肩アーマーの造形もなんかすごいよね。これどうなっちゃってんだろう。これもなんか天体的なあれなんだろうな。あんま詳しくないから下手なこと言えないけど。でベルトのね、エボルドライバーの方もここんところね、結構色分けもしっかりされててね、ほんとシールも細かいよなこれ。で足の方ね、ここのももの部分、黒いところはもうほぼ全面がシールになってるんだよね。でも結構割といい感じに貼れたね。で膝のキンキラキンと足首のキンキラキン、ここんところもシール、あとこの分度器みたいなやつもシールでね。この膝もね、何気好きなんだよね。なんかこうシュッてなってる感じで、さっき見せたこの台座の方ね、珍しくこのね、支柱というか棒の部分がかなり役立ってるんだけど、ちゃんとね他のフォームというかフェーズ2フェーズ3とパーツの入れ替えで再現できるようになってるんですよ。ちなみに今この姿がフェーズ1のコブラフォーム。この台座のところのお名前のね、エボルって書いてあるところもね、マークがコーブラーになってます。でフェーズ2のドラゴンフォームね、なんかドラゴンフォームって言うと最近までクーガー見てたからさ、あのクーガーの青いドラゴンフォームの方も若干思い出す。まずこのエボルの肩についてるゴリパーな肩アーマーをポンと外す。であと頭の方、これどっちなんだろうな。頭ちょっと外して、とりあえずラビットの後頭部借りて、でこのまま頭をつけて、そしてドラゴンの方の肩アーマーをつければ、はい、これでフェーズ2のドラゴンフォームにできました。さっきのよりも造形がちょっとだけシンプルになったね。ちなみにだけど、これだけであのフェーズ2が完全再現できてるかって言われるとそうじゃなくて、実際劇中の方ではね、ドラゴンフォームとラビットフォームではここの胸のシャッて飛び出てる部分はないんだよね。
あとあとここのシャッとなってる部分がないバージョンも出たりすんのかな。これはこれでかっこいいと思うけどね。で次フェーズ3のラビットフォームになりました。なんかフェーズが進んでいくごとにどんどんシンプルになっていくね。各所が両肩も普通にラビットだし、顔もラビットラビットだしね。今回のラビットの顔はね、なんか珍しく無塗装というか一切塗装されてなくて、ほとんど赤の成型色で、この色のついてる部分がシールでしたね。しかもフェーズが進んでおそらくどんどん強くなってってるのに、この可愛いウサギちゃんが向かい合わせ状態になってる顔になるっていうのは、なんかちょっとシュールさを感じるね。お次こちら夏にぴったりだね。この真っ青さ、めちゃくちゃ涼しそうなクジラジェットフォームの方を、よいしょー。あーもうこの爽やかなね、青と青のね爽やかな色。お顔の方はこのクジラの全体像と、あとこれまたジェットの全体像だね。でジェットの方ね、この腕の方はもうかなりシンプル。もう頑張ってんのこの背中部分だからね、このジェットは、ね、このメタリックブルーなこのウィング、まあ、裏から見るとシールがないから真っ黒なんだけどさ、一応ここのところはねこうやって可動式になってて、でクジラの方がこれかなりクジラでね、もう見てわかる通り肩にクジラがいます。もうクジラの存在感がすごすぎてね、若干この可動を犠牲にしてる感じ。逆側のね肩パーツはこうやって上まで上がるけども、クジラはそんなん知るかって感じで、かなりどっしり構えてます。でタスキ掛けのこの胴体の部分、ここのシルバーのところがシールになってて、これは多分あれだよね、クジラの背中にあるあれなんだっけ、鼻だっけ、あそこから出てくる塩を再現してんだね。こうクジラのバーンってやつ、ここの表現が地味に好き。ジェットの方もジェットの方で、一応このタスキ部分がなんか滑走路みたいな感じになってて、このピューッとねジェットがちょっと走ってるっていうね。で今回のこれにはね、さっきも言ったようにこのハザードフォームのねホークのボーナスパーツが入ってて、こっちの方はねなんか前面がちょいメタリックな感じのオレンジ色に塗装されてるんだよね。こっちの方が豪華。まあまあまあハザードはないけど、この通常のホークガトリングの方は持ってるからねすげえ、こっちの方が断然かっこいい。やっぱ羽とかこういうね特徴的な部分は誇張してるというか、でかい方がいいよ、ね、ホークのこのでっかい羽も出たんだから、ナイトローグの方のねあの羽とかも出てきたりするんじゃないかな、そのうち。あれも結構でっかくてかっこよかったからね。それじゃあ最後にね、こちらキリンと扇風機のベストマッチ、キリンサイクロンフォームの方をよいしょーズーン。黄色とブルーの配色のキリンサイクロン。こっちがサイクロンだったらジョーカーもあればねって思うんだけどね。まあでも全然色が違うからな、これ。お顔の方はキリンの長い首とこの顔がひょっこり出てるのと、あと扇風機の方はこの扇風機の羽の部分だね。よい子はブルンブルン回ってる扇風機のこの羽の部分触らないようにね、あの指詰めることになっちゃうから。サイクロン側はねこれブルーなんだけど、艶消しのブルーだね。肩のところには多分この風量の調節のこのダイヤル、弱中強っていう感じかな、この3段階のやつ。この肩のデザインかなりシャレが効いてて好きだな。で腕の方は多分この扇風機の羽がブルンブルン回る部分だね。ここのところがねぐるんぐるん回るし、なんだったら普通に取れちゃうし、この珍しくね手首の方も大騒動と同じで着脱可能になってる、まあ、これに関しては手首1種類だけなんだけどね。で腕の方にもちゃんとこれシールがついてました。でキリンの方なんだけど、ちょっと謝らなければいけないことがあって、この肩パーツのシール貼り盛大にミスりました。この黒の面積がえげつないことになってる。久々にシール貼り失敗しちゃったね。ここの腕についてるのは もちろん言わずもがなキリンの顔と首。僕が子供の頃にやってたガオレンジャーの方のガオジュラフ感があるね。キリンを英語にするとジュラフっていうのは僕ガオレンジャーで学んだことだから。ガオレンジャー吠えろ。で肩のところがキリンの背中だとしたら、こっちがキリンのなんだろう、おけつの方かな。ここのピャって飛び出てる部分はキリンのおそらく尻尾だね。で地味になんか細かいなって思った部分がここのボディ部分ね。ここのちょっと色が違うところはシールになってるんですよ。なんかこのボディの色分けのところでもキリン感が出ててね、すごい動物モチーフ感もあって好きだね、このキリンの部分。はい、というわけで今回はね結構遅れちゃったけど、相当の第10弾
ビルド10紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。とにかく食玩の進化の凄さを感じるレベルのこのエボル。もちろんこの両脇のベストマッチもね、結構やっぱりこうデザインがね、モチーフに沿ってるというかこだわりみたいなのが見えて、やっぱりいいよね。なんか最近はもう割と最終フォームのジーニアスフォームね、ビルドになってるから、このベストマッチ系のね、これはほとんど見ることないんだろうけど、やっぱビルドはこういうのいいよねって思った。でそのジーニアスの方とエボルのフェーズ4ブラックホールフォームの方は次の騒動の第11弾の方でついてくるらしいんで、なので次こそはできるだけ発売してから、なんかもうピュッとね早めに紹介できたらなというのがとても理想です。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではチャオ。